さんこんにちは。今日はセリアさんの購入品紹介になります。よかったら最後までご視聴お願いいたします。今回はクリスマス商品をちょっと買いに行ったんですけど、結構デザインペーパーが新作が出ていたので、結構そっちをメインに買ってきちゃいました。まずはクリスマス商品なんですけど、まずこちらのロール紙、梱包紙ですね。こちらは去年と同じですね。去年は私こっちの黒のチェック柄を買ったので、今回はこちらの白い方を買ってみました。これマステもね、去年と多分同じですよね。マステも出てたんですけど、今回はまだ去年のが残ってて、今回はこちらのラッピング用紙だけ買ってきました。こんな感じの、これは大きい1枚ですね。まずこちらと、それでこちらの梱包紙、ヴィンテージクリスマス、これも2枚入りです。こちらも今回買ってきたこちらのこの猫ちゃんの柄と、こっちもあったんですけど、今回たくさん買ってしまったので、今回はこちらだけ買ってきました。こんな感じです。猫ちゃんの、かわいいですね。梱包紙はこちらの2点を買ってきました。続いてがこちらです。こちらのハンドルバッグ L、 すごいこれ大きいんですよ。結構の大きさで、ちょっと大きすぎて迷ったんですけど、やっぱりかわいいので記念になるかなと思って。こちらは2つ柄があって、2つとも買ってきました。これも可愛いですよね、トナカイさん。これもうちょっとちっちゃかったらなと思ってもうちょっとちっちゃかったら、これお裾分けファイルとか表紙にしたら可愛いですよね。まあ、今回は結構ちょっと画面だと分かりづらいかな。この梱包用紙と比較すると結構な大きさです。今回クリスマス商品はこちらだけ買ってきました。はい、続いてが、でまずデザインペーパーいきますか。デザインペーパーすごいいろいろ出てたんですけど、なんか久々に行ったらちょっと興奮しちゃってまずはじゃあ1個ずついきますね。まずはこちらです。ちょっと反射しちゃうんですけど、デザインペーパーレトルアニマル、これ3柄ですね。そしてキラキラ透明箔、なんかねこのペーパー自体がもうキラキラしています。こんな感じです。すごいキラキラなんですよ。画面だと伝わりにくいかな。紙質はすごい厚めのデザインペーパーです。これもところどころがキラキラです。これは3柄ですね。可愛いですよねこれも可愛かったので2つ買ってきました。これは3柄の各4枚ずつです。続いてがこちらです。これ以前のとちょっと似ていたので、一瞬あれと思ったんですけど、これ初めてですよね。キラキラ白押しのまた3柄の4枚ずつです。はい、こちらです。すごいキラキラなんですよ、この辺のこういうのとか。かわいい。これも紙質は厚めです。
あります、キラキラ。すっごい好きです、このキラキラさがこれめっちゃかわいい。はい、こちらと、そしてこれも可愛すぎたので2つ買ってきました。そして次がこちらです。デザインペーパーレトロキッチン、これは4柄の各12枚ずつです。これは紙質はそこまで厚くないんですけど、ちょっと私的には柄がすごいツボですね。まずこちらです、かわいい。こういうなんかキッチン雑貨を集めたいですはい、これは4柄です。はい、こちらとデザインペーパーキラキラマテリアル、これは3柄の各4枚ずつです。これキラキラパール加工紙になってますね。これは紙質が厚いですね。ちょっと目がチカチカしちゃいそうなぐらい密なんですけど、なんだろう、ちょっとパールかかってますね、わかりますかね。これと、これもすごいオーロラみたいで綺麗ですね。これもちょっと近くにやるとちょっとパールかかってます。そしてこちら、どれもねキラキラしてるんですよ、パール加工紙。私が行ったセリアさんにはクマさんのデザインペーパーがあったんですけど、ちょっと悩んだんですけど、今回はちょっとたくさん買っちゃったのでこれだけ買ってきました。続いてポチ袋なんですけど、こちらで7枚入り、これジャンコードは同じです。はい、こんな感じです。すごい紙質が結構厚いですね、厚紙みたいな感じぐらいにすごい厚いです。そしてこのキラキラのちょっと立体的になっている、ちょっと立体になってます、なんか可愛いです、これ中華街とかに売ってそうな。で後ろもこんな感じ。はい、こちらと、これはちょっと面白かったので買ってみました。こちらもポチ袋です。こんな感じのクレジットカード風のと、これはゆうちょですかねゆうちょっぽい。これはジャンコード同じですね。リッチ気分ですってリッチ気分。はい、こんな感じです。なんかね、ここちゃんと光ってるんですよこれでも、これで君もビップ気分で、後ろもちゃんとしてますよね。はい、こちらと、こちらです。小遣い銀行、後ろもちゃんとしてますはい、こちらとこちらです。それでもね、すごい可愛かったので買っちゃいましたこのポチ袋です。見てください、これキラキラです。うさぎちゃん、これはクマさんとうさぎで各5枚ずつです。
これもジャンコードは同じです。はい、こんな感じです。なんだろうこれ、すごいなんかカードですね。カードっぽい感じ、キラキラ。ここにお金を入れるって感じですかね。このうさぎちゃんめっちゃかわいいキラキラ、こんな感じです。はい、こちらと、なんかこれはいつもリピ買いしているものですね。こちらのレース、こちらとこちらです。こちらもいつも使っているトレーシングペーパー12枚入りです。これはちょっと薄い方ですね。こちらと、そしてこれは厚口のトレーシングペーパー、これはもうね常にないと不安ですねはい、はい、今回のセリアさんの購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。